ぽんちゃん、おはようございます。今日はまおいママさんのワクチン第1回接種日です。だら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 してたら、あ、もうあと1時間しかないって言って、今慌てて準備を始めているところです。そしたらぽんちゃんに乗られてしまいました。ぽんちゃん、また出かけてくるね。そしてじゃんくん、お留守番よろしくお願いいたします。まおいママさん、ワクチン接種の日です。めっちゃ暑いっす。32度、3度ぐらいありそうですよ。今日の午後には35度になるそうですが、駅からシャトルバスというのに乗るつもりです。自転車ではさすがに今日は無理だね。風はあるけどね、風があると俺がダメか、前に進まないもんね。さあ頑張ります。無事1回目のワクチン接種を終えたまおいママさん、大丈夫ですか？大丈夫です。来たそうです、うん、はい、はい、うん、ちゃんくん、はいはい、オリンピックの野球で、よいしょ、決勝に行くよ、よいしょ、あれ、うん、はい、取りましょう。はい、どうぞ、こちらにどうぞ。はい、よかったね。ちゃんくん、まおいママさんはワクチン接種1回目初でしたが、左腕が痛いそうです。そして家事をするのに、風便だということでですね、鎮痛剤を飲んだら、あ、大丈夫だったって言ってましたよ。腕が筋肉痛のような痛みをした時には鎮痛剤を飲むといいそうです。